アメリカ大統領選の開票作業が終わらない中、重要なスイングステートに位置づけられているアリゾナ州、フロリダ州、ペンシルベニア州などの12の優勢地区において30万もの票の所在がわからなくなっていると報じられています。ワシントン DC の司法官はアメリカ優勢公社に対し、今日の午後には全ての郵送投票用紙について明らかにするよう求めました。司法官のこうした指示にもかかわらず、 アメリカ優勢公社は午後に法律文書を提出し、司法官の命令に従うことはできず、従来の検査手順を堅持すると発表しました。海外メディアは2016年の大統領選の際に、ペンシルベニア地域の無効票2枚のうち、1枚が期日を過ぎたために無効となったのと同じように、これらの投票用紙が選挙結果に影響を与える可能性があると指摘しています。 トランプ大統領はこれより前に投票期間の終了後に見つかった投票用紙は得票数にカウントしないよう最高裁判所に命じると述べていました。ペンシルベニア州職員は以前に金曜日にならないと大部分の開票作業を終えることができないため開票結果は週末まで発表できないと明かしています。NTD ジャパンがお伝えしました。